この辺りは確かナルトのやつと、少し寄り道でもしていくか。懐かしいの。長かった修行も終わりが見えてきたな。よくここまで諦めずに耐え抜いたの。俺ん中に諦めるなんて言葉はないってばよ。では本当に諦めることがないか、それを試させてもらおうかの。お、それが今日の修行？そうだ、別に小難しいものではない。これまでの成果を試す実践修行だ。わしとお前の一対一の真剣勝負、身についたものすべてをわしに見せてみろ。俺の身についたものか。ただし今回はわしも本気で行く。生半可な力じゃ軽くひねられると思え。へっ、エロ仙人こそ俺の力見てビビんじゃねえぜ。その意気だ。それじゃあ始めるかの。行くぜエロ仙人。さて、どの程度になったかの。戦闘開始。よし、行くぜ。よし、よ。わあ、バリン、ランジシュー術。甘い部分はあるが、確実に強くなっている。それに まだ終わってねえ。この精神力、そして諦めないど根性。エロ仙人、もう一勝負だってばよ。いや、ここまでだ。お前の力はよくわかった。俺ってばまだやれる。やられっぱなしってのは気が済まねえ。エロ仙人。なんだよいきなり笑ってさ。どうやらしっかり受け継がれているようだの。
何の話だってばよ。いや、何でもない、こちらの話だ。うん？あの時の目、そして筋金入りの根性。まったく、親子揃ってそういうところは似ておるの。さて、そろそろ行くかの。天地教はもう少しといったところか。いよいよだの。さて、ここからだ。これはどうした、ペイン。俺の雨を遮るやつがいる。このチャクラの感じ、かなりの使い手だ。どうする？考えるまでもないだろう。俺の障害となるものは全て消す。ただそれだけ。それじゃ、ああ、準備してくる。その間は任せるぞ、コナン。分かった。潜入成功だの。雨が暮れか。どうにもあいつらを思い出してしまうな。あれはまだ第二次臨海大戦が終わりの見えぬトンネルの中にあった頃。わしと綱で、そしておろし丸は雨がくれとの戦争に参戦。そこで三人に出会った。ヤシコ、コナン、
そしてナガト。三人とも親を戦争で亡くした孤児であった。その三人を不憫に思ったわしは、せめて自立ができるまで面倒を見ることにした。同じ屋根の下での束の間の安らぎ、戦火の爪痕が残る雨隠れであっても、三人は少しずつたくましく成長していった。わしも今になって思えば、なかなかに楽しいひとときを過ごした。それから数年、三人はいくつかの紛争で名を売ったが、その後死んだと風の噂で聞いた。こういう世の中だ。仕方ないのだろうが、やるせないの。といかんな。今は物思いにふける時ではない。わしはわしにできることをやらねば、つなれにもあの三人にも笑われてしまう。